ノドジロルリンコはオウムメインコ科に分類される鳥類。フランス固有種。ニュージーランドに移入。全長14センチメートル。全身は紫がかったアンアオの羽毛で覆われる。頬から胸部にかけては白い羽毛で覆われる。鉱彩は高褐色。くちばしや光子の色彩はオレンジ色。原生林や虹林に生息し、特にその境界線を好む。 食生は植物食で花やその蜜、果実、芽などを食べる。繁殖形態は卵生。5から7月に軌道に巣を作った例があり、1回に2個の卵を産む。飼育下での放卵期間は約25日。ヒナは孵化してから約60日で巣立つ。飼料、人為的に移入された動物による捕食、蚊によるマラリアの伝播などにより、 生息数は激減している。かつては、ソシエテ諸島とトワモテ諸島のうち23島に分布していたが、そのうち15島では絶滅した。クマネズミのいないアイトゥタキ島に入された、個体群は1991年における生息数が、約1000は、1992年及び1994年における生息数は、約1200羽と推定されている。 ありがとうございます。